あいつは貧乏なりにけなげに生きてんだよ。それをアリンコ踏み潰すみたいに台無しにすんじゃねえ。金が欲しいのか。何があったんですか。あなたのために神道家で暴れられて。なんで私に。あなたに伝えるべきだと思ったからです。私は神道家に仕えるものですから。そばにいてあげてね。でも陽子さん別れと帰ってくれ。取り込み中なんだ。付き合ってるんじゃないんですか。あれは誠司があなたを遠ざけるための芝居。なんでそんな嘘。俺のそばにいてもしょうがないとか言ってたけどね。もしあなたが誠司のことを好きになっても誠司はあなたを守れない。そう思ったんじゃないのかな。男ってさ、そういうとこあるじゃない。検査の結果出たら連絡するから。私新藤光輝はお世話になった電工堂を退社し政治家を目指すことにいたしました。社長の娘と結婚するんだってさ。結局金持ち同士か。格上じゃ悪口もね。これからは新藤先生だな。みんな一回連絡だぞ。
本当に政治家になるんすね。ああ、それが俺の生きる道だってだんだん覚悟ができてきて。瀬名さんは？俺は瀬名を傷つけてばっかりだったからな。俺が瀬名さんを守ってもいいですか？え？なんてもう振られちゃいましたけど、実は前に一度告白したことがあるんですけど。そっか。あの掃除のおっさんと付き合ってんのかな。あいつ何者なんだろうな。